さあやっていきましょう。手持ちの積むすべてやり終えるまで終われません。続きましてはリロ&スティッチよりリロー。必要積む数が22って相当ハードル高いですね。しかもこれ見てください、なんというハードルの高さ。いけるか、お、いけるか、いけるか、いける、いけ、いけない。あと2、あと2足りなかったですね。ちょっと次何で攻めるかを決めて、あ、その前にとりあえずリロの、そうなんですよ、ミッションよりもリロを紹介したいので、リロのツムを積極的に消していきたいですが、リロのツムが出てきた。よし、1種類をまとめて消す。あは、リロ消すんかい。リロを消しましたね。リロを消して、とりあえず、じゃあ、ジャーファーをやっていきましょうか。ジャーファーのツムで、いけるか、いけ、あ、全然ダメですね。全然いけないわ。全然無理だわ。ほい、ほい、ほい、ほい。で、ヴィランズ消して、あー、そっちいけないのか。もういや、諦めた。あー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、さあ。イロハオエイショボイ。あー、そっか。じゃあちょっともう一回くらいちょっとリロを踊らせたいですね。ちょっともう一回くらいリロの踊ってるところを見せて終わりたいんですが、間に合うか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 間に合う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 間に間に合わない間に合わないか間に合わないか間に合わないか、いけいけいけ、なあ、たまったけど2回しか皆さんにご披露することができませんでした。とにかくリロがフラダンスを踊る、可愛くツムを消していく、そんなスキルをお持ちでした。すいません皆さん、変にチェーンを19以上つないでっていうものにこだわりすぎてリロを披露することができませんでした。次回またお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。